ロディリッチはアメリカ合衆国カリフォルニア州コンプトン出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2017年にミックステープ、フィードタストリーツ。2018年にフィードタストリーツ2をリリース。2019年、客演で参加したニプシーハッスルの楽曲、ラックス・イン・ザ・ミドルがヒットし、グラミー賞最優秀ラップパフォーマンス賞を受賞する。 2019年、デビューアルバム、Please Excuse Me for Being Antisocial をリリースし、ベイビルボード200で1位を記録。収録曲、The Box は、翌年21週にわたり、全米1位を記録するなど、世界的な大ヒットを記録する。また2020年、100円で参加した、The Baby の楽曲、Rockstar も、全米1位を記録するなど、世界規模のヒットとなった。 1998年10月22日、ロディリッチこと、ロドリック・ウェイン・ムーア・ジュニアは、カリフォルニア州コンプトンで生まれた。青年期には、ジョージア州アトランタに住んでいた時期もあり、コンプトンでは、ストリートギャングのパークビレッジ、コンプトン・クリップスのメンバーだった。ロディリッチは8歳で、ラップと歌を始め、16歳から本格的にビートを作り始めた。 2017年11月、自身初の音楽プロジェクトである、ミックステープ、フィードタストリーツをリリースし、ミーク、ミル、ニップシーハッスル、レイサングリード、マスタードから賞賛を受けた。2018年3月、EP、b e ンタフェームをリリース。7月にロンドンオンダトラックプロデュースのシングル、ダイヤングをリリースし、YouTube で8000万回以上の再生回数を記録。 Spotify では1億2000万回以上のストリームを記録した。一役知名度を上げたロディリッチは11月2日に2作目のミックステープフィード・タ・ストリーツ2をリリースする。ミックステープと収録曲ダイアングはロディリッチにとって初のビルボードチャート入りを果たす。2019年2月15日、ロディリッチはニップシー・ハッスルの楽曲ラックス・イン・ザ・ミドルに 100円で参加し、グラミー賞最優秀ラップパフォーマンス賞を受賞する。6月28日、プロデューサーのマスタードの楽曲、ベイリンに参加し、全米12位を記録する。この曲は、グラミー賞で最優秀ラップ、歌唱パフォーマンス賞にノミネートされた。2019年12月6日、デビューアルバム、Please Excuse Me for Being Antisocial をリリースし、 ベイビルボード200で4週連続の1位を記録する。収録曲ザボックスはチャートを駆け上がり2020年に入る11週連続の全米1位を記録する。この曲はカナダやニュージーランドなどでも1位を記録しロディリッチにとって初の世界的大ヒットとなった。ダ・ベイビーとの楽曲ロックスターのロゴ2020年4月ダ・ベイビーの楽曲ロックスターに フィーチャリングで参加し、米ビルボードホット100で7週にわたり1位を記録する。この曲はイギリスをはじめとする数カ国で1位を記録し、ロディリッチにとってこの年2曲目の世界的大ヒットとなった。6月、ベッドアワードでアルバムオブザイヤーを受賞した。2021年2月21日、ジョージア州アトランタでロディリッチと42ダグの ミュージックビデオ撮影中に銃撃が発生し、3人が負傷した。2021年6月4日、シングル、レート・アット・ナイトをリリースした。ロディリッチの声は、ボーカルフィルターとの相性が抜群なことで知られている。彼のスタイルはラップと歌を融合させたものであり、バルチャー氏のポール・トンプソンは、紛れもない才能あるボーカリストであり、説得力のあるソングライターと、ノーベ、 ヤング・サグと同じ構文やイントネーションを頻繁に用いていると評している。タイム氏のキャディ・ラングは、ラッパーとしての驚くべきスタイルは、彼の西海岸ヒップホップのルーツと、トラップミュージックとシカゴのドリルラップのサウンドを組み合わせたもので、人生の厳しい現実を実行することから、自由奔放さに満ちた異性の良さに至るまで、彼の歌詞に、さらなる重厚感を与えていると指摘している。 ロディリッチは曲のテーマについて人生からインスピレーションを得ていると述べている。人生を経験するにつれて僕の音楽は進化していくんだ。同時に僕は今でも自分の世界のストーリーを伝えている。僕は常に彼らを代表しているよ。僕の人生が変化し始めいろんなことができるようになっても僕は今でも彼らと関わりを持ちたいと思っていると述べている。 ロディリッチは音楽的な影響力として故郷コンプトン出身のケンドリック・ラマーを挙げている。また、スピーカーなカーズ、ヤング・サグ、フューチャー、グッチメインからも影響を受けたと述べている。スタジオアルバム、ありがとうございます。